世界の車窓から、今日はスロバキアの車窓をお楽しみください。富士通の提供でお送りします。別荘で過ごしてきたという夫婦に出会いました。バスケットから取り出したのはブルーベリーです。森を散歩しながら摘んで、これだけの量になったそうです。ブルーベリーはお砂糖で煮て保存食にするのだとか。これも森の中で取ったというキノコ、立派ですね。キノコは刻んでスープやオムレツの具にすると美味しいんだそうです。森の恵みと共に生きるスロバキアの人々、ちょっと羨ましいですね。富士通の提供でお送りしました。明日は水辺の風景をお楽しみください。